エイベルアンソニー・ジェームズ・ガウアーは、イギリスの外交官で、幕末期に函館及び、長崎の領事、明治初期に兵庫、大阪の領事を務めた。またアマチュアの写真家でもあった。1836年7月30日、イタリアのリボルノに生まれる。中国で外交官としての経験を積んだ後、1859年に、ガウアーは、ラザフォード・オールコックと共に、 日本に向かい、江戸東前寺の英国公使館に勤務した。1861年6月1日から7月4日にかけて、ガウワーは、オールコックと共に、長崎から江戸まで陸路を旅した。他の同行者は、ジョージ・モリソン、チャールズ・ワーグマン、オランダ総領事のデイビットであった。江戸到着の翌日、第一次、東前寺事件が発生したが、ガウワーは、難を逃れた。 1863年には、長州五欠の出国を手助けし、同年撮影戦争にも参加している。1864年には、長崎領事代理となった。1865年末、当時の英国領事バイスの命令で、函館駐在の英国領事会員による、アイヌ人骨盗掘事件が起きた。目的は、人類学研究の資料とすることであったが、アイヌ人たちはこれを、 箱館奉行所に訴えた。箱館奉行、小出秀美の強硬な態度のため、英国公使ハリー・パークスはバイスを解任し、ガウアーを箱館領事に任命した。ガウアーは1866年2月22日に着任し、盗掘した領事官員を処罰、さらにアイヌに陳謝の意を表し、所令のために祭事を執行するとと,ともに、一分銀千枚を 自写料として、被害、アイヌの関係者に分配し、別に、出所費用として1分銀424枚を支払い、お年部村分についてはひとまず落着を見た。その後、英国に送られた人骨も返還され、事件は解決した。箱館領事の後、1867年から長崎の領事を務め、1873年に兵庫、大阪領事となり、 1876年に退官した。長い間、ガウワーもしくはウォルター・ウッド・バリーのいずれかが、ネグレッティザンブラ社の特派員として、1857年から1860年にかけて中国及び日本の写真撮影を行ったと信じられていたが、現在ではその人物はピエール・ロシエであったことが判明している。ライデン大学の写真コレクションにロシエの署名がある。 ガウアーの肖像写真がある。ガウアーとロシエは1859年に長崎から江戸まで三ソン号で同戦している。1899年1月15日、62歳で死亡した。なお、函館赴任の際、兄で鉱山技師であるエラスムスガウアーを伴った。エラスムスは幕府に雇用され、茅沼炭鉱の再開発を行っている。 長崎ポストフロム NFSRC ウェブページ、アザーインフォメーションフロム幕末維新人命事件、ベネット。ありがとうございます。